皆さんこんにちは、のんのんです。今日はダイエット中の5日分の照り焼きチキン弁当を作ります。一気にまとめて作っておくことでダイエット、節約、時短にもなります。参考になったら嬉しいです。それではスタート。今日は研いだ白米2合。いつも使ってるのはこの21穀米とかもち麦とか雑穀クッキングクラブっていうのを使ってます。このもち黒米、黒米っていうのは小豆みたいな色がつくんだよね。なんか赤飯みたいな色になって美味しい色になります。これこういうね、雑穀米類を入れることで食物繊維もいっぱい取れるので皆さんもぜひ試してみてね。で水を入れるときはまず例えば2合のお米だったら2合の白米を洗って、でそこに2合の水を入れます。まずはで、そこから例えばこれを大さじ1入れたかったら大さじ1入れるのに水はどのぐらい入れるかっていうのを確かめてやるんだけど、私は結構フル蒸ししてます。いつも何対何対何とか本当にもう気分で変えてるので、今日はもち麦を大さじ1と雑穀米大さじ1かな、雑穀米大さじ1と黒米も入れちゃいます。もち麦を1合分入れる時もあります。結構それはもう気分に合わせてとか適当です。わ、合計で大さじ3杯分入れたから水を大さじ3杯、ほんとこれはもう適当です。でちょっと混ぜ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 、これだと3合分ぐらい出来上がるかも。こういうところをきれいに拭きましょう。拭いて炊飯します。普通に白米で炊飯。今日は鶏むね肉を 500g 使います。ちょっとね、水分がすごいついてんだよな。あ、ごめんなさい、炊飯器の音ちょっとうるさかったらごめんなさい。ダイエット中はこの皮はね取りましょう。これで脂質を大幅にカットすることでカロリーもねダウンできるので、よいしょ、ちぎってウェッつってウェッってちぎってね。でこういうね脂肪分、こういうちょっとね脂肪分もついてるから別にこんぐらいは別にいいんだけど、もうめっちゃダイエットを頑張りたいって人は脂質をね抑えるのがすごいポイントです。ちょっとでも抑えたい人はこういうね地道な作業がダイエットにつながるのでございます。こういう筋みたいなとかね、こうやって取っていきます。で皮を取ったら多分 500g ぐらいになったので切っていきます。火が通りやすいように薄切りにします。お肉の作り置きをさ、素手で触ってると作り置きアンチさんが結構来るんですよ。素手で触るんじゃないみたいな手袋つけるのがめんどくさいから、手袋つけない方がめんどくさいかな、どうなんだべね。自分のご飯だからお好きなようにしてください。はい、できました。そしたらこの子たちをポリ袋に入れて、ほ、料理酒を大さじ1と片栗粉を大さじ1、混ぜ混ぜ。正直あんまりダイエット中片栗粉はちょっと使いたくないんだけど、でもこれをすることで美味しくなるので、美味しさも大事なのでね、ダイエットレシピは。胸肉のパサパサ感が緩和されます。混ぜ混ぜ。油を引いて。うちは米油を使ってまーす。胸肉をドバーン。音が重ならないように広げて広げて。片栗粉が多すぎるとね、油すっごい吸っちゃうんだよね。鶏皮を取った意味がなくなっちゃうので、大さじ1だけ入れてまーす。ひっくり返したら塩コショウで味を整えて、あ、いい香りがしてきましたよ。もう火が完全に通ってきそうだなと思ったらキッチンペーパーでこの水分とか油をね取っていきます。今から入れるタレがすごい絡みやすくなるので、ある程度こんな感じで取れたら醤油大さじ2、料理酒大さじ2、みりん大さじ2、
みりんもね結構な糖質あるから入れすぎは注意です。糖類ゼロのラカント大さじ1、とろみがつくまで混ぜ混ぜ。お肉に片栗粉をまぶしてるからとろみがねこうやってついてくるの。あっちゃで、ちょっとこんな感じで混ぜ混ぜしていきます。まだもうちょっとかな。わあ、美味しそう。いい感じにとろみがついてきました。はい、ダイエット中の照り焼きチキンの完成です。ご飯が炊き上がるまでちょっとこれを冷ましておきます。今日もジップロックコンテナ 480ml を使用します。このねサイズがちょうどいいんだよね。腹8分目とか9分目ぐらいまで抑えられるからダイエットにぴったりです。蓋をこう閉じたままレンジは膨張しちゃって、破裂とかの危険になっちゃうんだけど、蓋をずらしてチンすることで、こう、うまくね、蒸気が逃げてくれて、美味しくレンジすることができます。フォロワーさんからね、この間、タッパーをレンジすると、有害物質が発生して、発がん性があるって聞いたんですけど、ジップロックどうなんでしょうかねって連絡来たんで、この旭化成さんに連絡したんですよ。問い合わせメールみたいなとこがあったから、そこに連絡したら、こんな感じの回答が来ました。BPA フリーっていう有害な物質が発生しないタッパーなので安心して使えるそうです。なので皆さんこれは安心して使いましょう。100均のレンジから冷凍まで対応できるタッパー使ったことあるんだけど溶けちゃったの、100均のやつ。何回もこうやってバキッとか強くガーッとかやったらさすがにちょっとこう曲がってきたりとか歪んだりはすることは、それはね、あるんだけど、若干お高めではあるんだけど、でも耐久性もいいし、冷凍からレンジ加熱までできるから、お値段は高いんだけど、コスパはめちゃめちゃいいと思います。しかも BPA フリーってとこが、かなりポイント高いです。はい、ご飯が炊けました。美味しそう。よく混ぜて。うわー、これ。あ、見えないね。見てください、この。色。うわー。美味しそう。最高。私いつもお米 120g ぐらい入れてるんだけど、前まではね 100g 入れてたんだけど、なんか足りないなと思って、さすがにちょっと足りなかったので、 120g ってどのぐらいか分かんないときはこういうね、このスケールとか使って、で 120g ってどれぐらいかなって分かんない人はこう測って分かれば、あ、このぐらいが 120g なんだって想像つくと思うんで、未だにあんまり 120g、130g になっちゃったりするんで、未だにこれを使ってます。お米を入れて、この余ったお米は、その日の夕飯に食べたり、ラップをして冷凍したりしてます。平たくして、照り焼きチキン。あ、美味しそう。で、加熱ムラを防ぐためにちょっと均等の高さにして、白ごまをトッピングして、あー、出しすぎた。今日は楽するために冷凍ブロッコリーを使っちゃいます。完成しました。ちょっとブロッコリーもう一個ずつ足そうかな。蓋をして、食べるときは蓋をずらして蒸気を逃がして、500W、5分。ああ、美味しそう。いただきまーす。お肉柔らかくて美味しい。